川淵市のクルドの方の問題についてなんですけど、クルドの方が日本に来る理由の一つに、トルコで迫害を受けるってなると思うんですけど、トルコにおける彼らの立場を教えてもらっていいですか。トルコにおけるクルド人の立場について、トルコ国内ではクルド系の国政政党があるほか、クルド系の閣僚、国会議員、判事、幹部公務員などの要職についている方々も多数おります。他方でクルド人は統一国家を持たない民族であり、トルコ、シリア、イラン、イラクと複数の国にまたがる地域に居住しているほか、欧米をはじめ中東域外にも居住しており、こうしたクルド人にはかつて居住していた国等における紛争等のさまざまな理由から国外に逃れている方々もいると承知しております。現在日本に定着した方々によって起こっている問題、いくつか紹介したいんですけど、日本国内のクルドの子どもが小学校に行っていない、親が行かせないというものがありますと。そこで確認なんですけど、クルドの子どもが学校に行っていない点について、これについて現状政府が把握している部分を教えてもらっていいですか。我が国では日本に居住する学歴の外国籍の子どもの就学につきましては、国際人権規約などを踏まえまして、日本人の子どもと同一の教育を受ける機会を保障することとしております。文部科学省におきましては、ご指摘のクルド人の子どもに限った調査は行っておりませんけれども、すべての外国人の子どもに教育機会が確保されますよう、全国的な外国人の子どもの就学実態の調査を、就学実態の把握を行っております。令和4年度の調査結果では、学齢期の外国籍の子ども13万6923人のうち、11万6288人が義務教育小学校に就学しており、不就学の可能性のある子どもの数は8183人となっております。こうした子どもたちに関しては、各市町村教育委員会において、就学のための取り組みが適切に行われるよう、文部科学省としては、引き続き各市町村の取り組みの支援を行ってまいりたいと考えております。法務省が不法に滞在している外国人の在留を法務大臣の裁量で特別認める際の基準を定めたガイドラインを法務省が設けてるんですけど、その見直し案が先月末明らかになりました。そこで書いてあることとして、子どもが長期間教育を受けている場合は、在留を認める方向を検討って書いてありますと。僕としては不法滞在自体が問題なので、子どもがしっかりと学校に行っているかどうか、そこは重要なんじゃないかなと思います。あと難民の定義についてオイラの意見いいですか。難民認定をした人が日本に来た場合は、難民として日本に滞在する権利が発生するので、日本に滞在する権利が発生した人が働かなかった場合は、生活保護を受ける権利があります。なので、日本語喋れませんので、日本で働くの無理ですよね。じゃあ、日本で生活保護ください、通るんですよ、100%。なので、そうするとクルドに住んでる難民と呼ばれる方々、2000万人が日本で生活保護を取れちゃうんですよ。なので、クルドの人だから OK ですって成立しないんですよ、常識的に。で、そのクルドの人が政府を作ろうとして、その政治で迫害されていましたとかっていう、この人帰ったら殺されるよねって人であれば、難民認定しますだったらまだわかるんですよ。でもクルドの人だから難民認定しようとか、それ違うでしょって話なんで、なのでやっぱりその難民認定されてない人って難民認定されないだけの理由があって、僕が知る限り難民の申請をして、これは確かに難民として認められるべきだよねっていう人で、申請通らなかった人って見たことないんですよ。外国人誰でも日本に来ていいかっていうと、そうじゃないじゃないですか。例えばじゃあ、僕移民反対派なんで、移民ってその反対できる国って少ないんですよ。例えばフランスってもう隣の国とつながってるから、そもそも移民反対って不可能になっちゃったんですよ。だって陸続きだからどんどん渡ってくるわけですよ。日本って島国で1億人人口がいるってすごく珍しい国なんですよ。島国ってやっぱ大体島ってちっちゃいからそんなに人口変えられないんだけど、島国のくせに1億人許容できる。なので、海があるから移民が来ないっていうすごく珍しい場所なので、僕はその価値は残すべきではないかなと思ってます。難民がほとんど日本に来ないよねっていう問題なんですけど、4年前ぐらいまで日本って難民申請をすると、労働局が降りたんですよ。平均時給今、日本は一応1000円ぐらいになりましたけど、その日本ほど豊かではない国の人がとりあえず日本に来て難民申請をすると、労働許可が出るので働けたんですよ。で、働いてね、難民申請が却下された場合に、もう一回難民申請をしても良いっていうルールなので、いくらでも難民申請をし続けることで労働が可能だったんですよ。で、今、ようやくルールが変わって難民申請をした場合でも、条件によって労働許可が出ないパターンっていうのができたんですよね。日本語学校に通っていて、日本語学校を辞めてその後難民申請をした人は、
労働許可を出せませんよっていうのが一応ルール化されました。で、そのもともと日本に日本語を勉強しますって言って日本語学校に行くんですけど、日本語学校を辞めて超もカルジャン、元の国比べて超もカルジャンっていうのでずっと働き続けて、でも滞在のビザないからじゃあ難民申請するわって人の場合は、難民申請としての労働許可は出しませんよっていうのがあったりするんですよ。で、もともとその本当の難民っていう人がどれぐらいいるかっていうと、かなり少ないんですよっていう問題があるので、難民申請率めちゃめちゃ低いよねっていうのと、そもそも難民の人日本来ないよね、なぜなら日本を喋れるやつ少ないからですと。日本を選ぶという時点でレアなんで、その邪魔でも日本も一応受け入れてくれるかもしれませんっていうので、飛行機代払って日本に行くんですけど、そこまでしてその受けられる人っていうのが30人ぐらいなんですよね。そうじゃない人っていうのが結局その日本の基準で行くと難民申請してるけど、この人難民じゃないよねっていう人が多いって、で難民申請続けたら日本にいられるよねってなっちゃうと、難民でもない人がバンバン申しちゃうんですよ。それで本当の難民の審査をする時間が奪われてしまうんですよ。なので難民ではない人がもう3回申請してダメだったら、もう強制送還すれば難民申請の総数は減るじゃないですか。そしたらちゃんとした難民がきちんと審査されて、難民の人のその要は難民としての認定率が上がる可能性があるんですよ。要は本当の難民の間違って認定されてない可能性があるので、僕はそれ良くないと思うんですよ。で、それを改善するためにやるべきことは、難民じゃない人はさっさと強制送還して、本当の難民の人だけが申請できるようにして、で、その難民の収容施設に続ける人が多くなると、それだけ待遇が良くなるので、難民の収容施設っていう収容期間っていうのはどんどん短くしてバンバン帰ってもらうっていう方がいいんじゃないかなと思うので、日本語学校のために日本に来る外国人に関しては、強制送還分の30万円をビザの申請時点で取るっていう方がいいと思うんですよね。で、その日本語学校に通うのでビザをくださいっていう人に対して今ビザ発行してると思うんですけど、日本語学校に通って家賃を払って学校の教育費を払うぐらいだったら、強制送還代の30万円担保で取っといていいと思うんですよね。国によっては割と担保取るとこあるんですよ。シンガポールとかも先に20万円分ぐらい確か払わせるんだよね。国によってはその強制送還代っていうのを先に担保として取るっていいっていうのを、先に担保として取るっていう、日本語学校に通いますっていう人であればプラス20万円担保として取りますよっていうので、どちらの学校買いましたで学校卒業しました帰りますって時に20万返せばいいじゃないですか。お持ちよかったら登録しちゃってください。